はい、ちょっとですね、はい、6万X アニバーサリーコレクション2の方の画面をお見せしたいなと思っております。では画面の方を切り替えていただければと思います。はい、このようにですね、相変わらず綺麗、6万 X シリーズの後期作品、5、6、7、8が収録されてます。いや顔のデザイン、はい、8になるとね、途端にこうデザインがね、また変わったりとかしてる、すごいな、注目でございます。なんでどんどん大人っぽくなっていってんの。そうですね、成長しているんでしょう、ね、当時のユーザーに合わせて成長してる。一緒に一緒に、ね、アルフィーと一緒ですよ、ファンも一緒に年齢高くなってですね、アルフィーと一緒ですよ。ドリームジェネレーション、海外の人わかるかな、 The Alfie、 The Alfie、 You know The Alfie、 インウォレットでですね、いやいや入れないです、はい、ですねじゃない、はい、すいません、これほらまた楽しそうなやつじゃないですか、はい、前回もご紹介したんですけれども、はい、こちらにもですね、このミュージアムモードというものがございまして、はい、同じように、ギャラリーですとかミュージックプレイヤー、グッズカタログ、そして、デイオブシグマって前回、お見せしたかもしれないですけど、アニメですね、はい、そちらの方も収録されてます。見たよ。何が違うかというとですね、そうなんです、ギャラリーの方ちょっと見ていくとですね、ちょっと見て、はい、一と違うところは、いい、1は、6万 X1 から4までの、そのイラストが収録されてたんですけども、はい、2の方はですね、5から8まで、5から8までのイラストが収録されています、はい、この辺がやっぱ違うところですね。なるほど、はい、なので例えば、6万 X5 どんなストーリーかなと思ったらこんな風に読めたりとか、そんな時代が続いていた。大戦の影響で被害に遭ったセージクロニー軍の、そうです、はい、閉じます。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。イレギュラー第12西部隊長、閉じますか、閉じますか。で、あの、まあ、ボスキャラとかもですね、ちゃんとこういう感じで暴走はやるかも、自慢のドリルアーム戦いの感じという感じで、これがもう全あのシリーズに入ってますという形ですね。おお、すごいな。で、ミュージックプレイヤーにもこれすごい、5から8の楽曲が収録されてます、うん、はい、で、グッズカタログ等々は共通ですね。あと PV シアターも共通なんですけども、前回はあの1の PV を、ね、見ましたけど、今回ちょっとだけ X4 ね、X4 なんかはこんな感じですよ。何がいいって、ここから慣れが入りますよ。この方誰？どなたですかね。でも特撮の最初の始まる時の特撮の方かな、有名な人やね、これ。思うんですよね、当時のゲーム系のナレーション、この人多かったんじゃないか。あ、聞く声ですもんね、うん、1997年、はい、ちょっと誰か分かれへんかな、ツイッターで会場時は使い方は分からないかもしれないですね、はい、こんな感じで PV もね、じっくり見ていただければと思います。10周年記念ソフトシリーズ第3弾として発売します。当時ですね、ファミコンと一緒ちゃうかな、声。あー、はい、という感じで、うわー、見たいわ、見てた、ずっと見てた、ずっと見てた。こんな感じで、あの、本当ミュージアムすごい充実してます。というのも、6万 X がね、25周年ということで、本当に25周年記念して、いろいろなそのデータをね、たくさん集めて作っているので、うん、充実してますよということでございます。すごい、はい、ということで、ということで、ということで、何をプレイするかという話ですよ、うん、あ、またここから、はい、どこ行きます、ゲームプレイしましょう、どれプレイします、はい、2からはですね、はい、X5、はい、X5、 こちらもオープニングステージをちょっとプレイしてもらおうかな、これはやれるんじゃないですか、 X5、 誰がやるの、ここはゴージャスさんにやっていただきます。おお、来た、任せなさい。大丈夫？大丈夫。大丈夫。あね、あのハードも、あのプレイステーションに、ね、なったんで、こういう表現とかもやっぱり変わってきたりとかするんですけどもね。うわ、プレステっぽい。プレステっぽい。ありましたよね。やべえな。必ず休んだことなかったな。休まない。休まないです。うん。
はい、こちら2000年の作品になります。ってことは18年前そうですね、すっげえな時代流れだな。このダブルヒーロー性としてさっき出てきたゼロと MC 両方使えるようになってるんですね、はい、というのも特徴でございます。はい、お話としては、うん、あのロックマン X4 で、まあ、結構でかい、戦争的なことがありまして、その後という設定になっております。ほう、はい、で、まあえらいことになっておりますわ、シグマっていうのがまあね、毎回毎回大ボスとして出てくるんですけども、まあ、そのシグマが実はこのウイルスの成分があって、それでこういろいろロボットが暴走しちゃうんだよみたいな話があったりとかして、うん、で今回何をされるかというとですね、宇宙に、滞在しているコロニーですね、そのコロニーを地球に落とそうとするというようなストーリーになってます。あら、コロニー落とし、コロニー落とし聞いたことがある、はい、それを16時間以内に阻止しようというのが今回のストーリーでございます。弱馬場です。ちょっと足りないですけどね、はい、16時間、はい、8時間ほどちょっと足りないんですが、はい、どんどん進行具合によってその時間が減っていって、まあ、ストーリーも変化していくというようなね。真の敵もな、はい、謎の声、一体誰なんでしょうね。画面の右側に映っちゃったということでございまして、オープニングステージでございます。ここからお願いします。よし、かっこいい、はい、かっこいい。もういきなりアーマーを着ている、はい、そう、ロックマン X シリーズというのはですね、パーツを手に入れてそのどんどんアーマーでパワーアップしていくっていうのも特徴の一つなんですね、はい、で、今回 X5 はいきなりアーマーを着ている状態からスタートします。まあ、回を重ねてね、ストーリー上でそういうような形になっていて、はい、チャージショットでもうダッシュがまるでできるようになってます。さっき綾菜さんがプレイしたオープニングステージの時にはフットパーツというものがなかったのでダッシュができなかったんですね。なので、その後とあるステージをクリアするとフットパーツを手に入れてダッシュができるようになるんですが、ここではもうアーマーを、手にしているので、はい、ダッシュがもうできるようになってます。ゲーセンっぽい。あ、そうですね、めっちゃ下手やアーケードのね、はい、今感じ、あの爆発のこれこれ、あ、その感じとかね、この感じ懐かしいな、もういいですね、いいな、これこれで X5 から、それまでできなかったロックマンをしゃがめるようになってます。 X がほうそのしゃがむという行為が結構攻略にも、重要になってきますので、覚えておいていただければと思います。しゃがんで、しゃがんで、もうしゃがんでる、はい、大事だよ、はい、大事です。それまでね、しゃがむ行為はね、ロックマンシリーズってなかったんですよ、うん、しゃがまなくてジャンプで、攻撃を避けるというですね。覚えた、はい、空中で丸ボタンを押すとエアダッシュといって、止まんねんだ、空中移動もできます。今のエアダッシュできたんじゃん。そうですね、まあもうこの頃になると本当にあのドットの表現がすごくて、ドッターの方々のその技術がもう究極まで来てるなっていう気はしますね。覚えた、覚えた、もういけます、ね、忘れてや。で、たまにこのエリアっていうね、あのオペレーターがいろいろとアドバイスをくれるんですね。そう、右下のあの、そうですね、はい、右下のワイプの人がオペレーター、あ、そうですね、この方が、はい、24時間体制で、下がって隠れるのも安全だわ言ってくれる今言ってましたね、しゃがんでか、ボイスついてるんですね、はい、ボイスついてるんですね。あ、ついてる、そうですね、俺だよ俺だよ、何か、どうぞ、行くの、はい、行っちゃいましょう、行けるんだろう、けるそこは行けんだろう、別に何か崩れそうだな、的な、危ない、ダメダメージ、大ダメージ、めっちゃ減ったな、めっちゃおもろい、乗れるのか、乗れる、乗れますね、なんとかダッシュができます。おー、いいやん、ジャンプボタン2回押すとホバーに、先に赤いロープがあるわ、お、あ、お、右のワイプの下や目の前の足場に飛び乗りジャンプして、うん、落ち着いてロープに捕まって、お、落ち着けよ、ロープありますね、ありますね、はい、これ崩れますから気をつけて、あぶね、あぶね、おお、ギリギリびっくりしたでしょ、びっくりした、あれドッキリしました、ドッキリありなんですね。やっとメガミッドにたどり着いたわ、はい、シグマとゼロを見失ったのはこの上よ。ただ建設現場のガードシステムがシグマウイルスによって誤作動してるわ。迫り来るガードウォールを素早く蹴って登って、うん、登って、そんな良くなったですね、結構、うん、はい、なんでしょう、ガードウォール壁なんでしょうね、多分ね、気をつけた方がいいなと思いますね。おぉ、あ、待って、あ、止めて、はい、それでこっちは進んで、登って、逆転、あ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 、
絶望しかないんですよ。だからね、いや、もう、ま、今ので覚えた。覚えた。リマインド。ねえ。僕もガンガンいくじゃん。そうですね、これね。あー、はい、大丈夫です。もっと急いでしょ。大丈夫だから。大丈夫だから。大丈夫だから。ゲームやってない人じゃないか。はい、来ましたね。なんか見そうなんでね。誰と戦うんですか、これ。はい。オープニングステージのボスの前に、さっきのゼルが大変なことになってます。大丈夫か、チャージしてる俺、やばい。え、どうなってんのあれ。足開いてる。腕が。あ、腕が、はい、腕の、はい、パーツが落ちてるってこと。マスターが、うわ、もう破壊されてしまっているというね、状態です。あのゼロがやられてしまうんですよ。うわ。さあ、一体オープニングステージのボスは何なんでしょうか。まあ、通常だったらね、あの割と軽めの感じになりますが、はい、最初からね、まさかの女神動きませんよね。あ、ミシンですね、でもね、なんかね。よし、チウマが近くにいる。あっとあっとおっと、嫌な予感が、ま、大正解からのシグマ。いやー、これ、顎が出とるの。はい、いきなり、シグマ戦となっております。いや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 、ゲーム違うやん、もう。さあ、あれない、いろんな攻撃をしてきますので気をつけてくださいね。はい、この辺はしゃがんで、そうですね、はい、しゃがみ大事です。で、チャージして、チャージショット当てていきたい。カン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 って言ってることは聞いてないってことですね。はい、どこかが弱点だと思うので。あ、それじゃないか、それじゃない、後ろ、後ろではない。口だ。いいところに。さあ、あ、開いてない。そこだ。今ダメージ判定がありましたね。ですので、あの、口が開いた時に、そうです、そうです、そうです。でおお、いいですね。近いところで行きました。あ、うまい。覚えた。覚えましたか。もう大丈夫。口を狙っていきたいです。でいや、まだ開いてないですね。あー、で、今だ。早い。だいぶ今、半分までいってないですけども。バリーハードモードでやってますか。ノーマルです。これ効かない、これ効かないの、この時。あ、でもだいぶ減ってますよ。半分。はい。もう半分ぐらい。いい感じです。おお。さあ、頑張っていただきたい。頑張っていただきたい。おお。急にすごいの出した。急にダメだよ。あったな、そんな攻撃みたいな。あ、もう勝った。あ、やばい。なんだそれ。そんな攻撃ひどいよ。こんな感じですかね。はい。終わりかい。ということでございました。